皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、アフターコロナ、ウィズコロナの治療に、教室の先生が考えるべき3つの視点とは、ということについてお話をしてみたいと思います。現状はですね、2020年の7月ということになっておりまして、第1波が終わった後、非常事態宣言が解除されて、第2波が来るか来ないかという東京の感染者数がだんだん増えてきているっていう、そういう状況でこちらの動画を撮っています。で、主に下半期に向かって、どういう指針を持っていったらいいのか、これは今回のことだけでもなくですね、2020年っていうのは、時代の変化と大きな激動の時になりますので、今後ですね、似たような状態、大きく時代が動く時に、どんなことを考えなくてはいけないかという、汎用的な内容にも絡めてですね、解説というかお話をしていきたいというふうに思っていますので、そんな観点から今日のお話を聞いてみていただければというふうに思います。はい、そうしましたらですね、本題に入りたいと思います。まず現状ですね、こういった大きな時代の転換点に差し当たった時に、どういう方向性で思考を持ったらいいのか、その思考の方向を誤ると全体戦略が狂ってくるので、全体戦略が狂うということは当然その集客とか、あと制約に向かっていく部分も狂ってきてしまいますので、そのあたりをですね、どのように考えたらいいのかっていうのを、まず最初にお伝えしたいんですが、教師の先生が現状ですね、こういった時代に持つべき3つの視点、先に結論を言います。まず1つ目が、既成概念を捨てることですね。で、2つ目が、柔軟に対応すること。3つ目が、全サービスラインナップの見直しという、この3つの視点を持った方がいいということで、私の方から提唱をしたいと思います。一つ一つご説明をしていきたいと思います。まず1つ目ですね、既成概念を捨てるということなんですけれども、こういった大きな時代の転換点においてですね、今までの考え方は一旦リセットする必要があります。具体的に言うと、教室業だからといって教室業の領域だけで考えないっていうことも、一つ考える領域かなというふうに思ってるんですよね。具体的に言うと、例えば私が私のクライアントさんに今覚えてもらってるのが、通販の考え方ですね。教室業というのは基本サービス業になりますので、物販通販っていうのは通常領域は違うんですけれども、その物販通販を通じて自分のサービスを知ってもらうっていう方法に動線をつなげるっていうことも、柔軟に対応していかなくてはいけないし、それをやることによって、新たな販路とか見つかったりとか、新たな収入の柱を作っていくっていうことができたりとかもしますので、いわゆるそのオンラインなのかオフラインなのかっていうレベルの話ではなくてですね、そのオンラインの、さらに延長上にある通販の仕組みとか、通販の考え方を現状の教室運営の中に取り入れられないかということも、実際に提案指南をして、活動行動をしてもらっているというメンバーもおります。なので、まずその自分は教室業だし、生徒さんにものっていうか、スキルですね、そういうのが教えるのが使命だっていう方ももちろん全然構わないんです。構わないのですが、そこに固執してこう時代が大きく変わっている時にその商品サービスを作るっていうことを考えてしまうとずれていっちゃう場合があるんですよね。時流からずれる。基本サービスビジネスを成功させるっていうのは時流に乗るということが必要になるので、じゃあ時流って何なのっていうことを言うと、まずオンラインかオフラインかっていう話、対面かっていうことで言うと、時流はオンラインの方です。これは今後も加速していく予定です。なぜならば、人間っていうのは
その慣れてしまった環境からまたもう一回同じ環境に戻るっていうのはなかなかできない動物なんですよね。ですからここ3、4ヶ月で自粛生活で家の中にいるという、その、まあ、オンラインでリモートワークも含めてなんですけれども、お仕事をやっているということに慣れてしまった人、ないしはもう、そういう、例えば、まあ、通販とかウーバーイーツとかもそうなんですけど、家にいて外からのものを取り寄せるっていうことに慣れてしまっている人たちは、自分が出ていくっていうことをしづらくなっているという環境であるということを気づくべきですね。はい。で、教室に来る生徒さんは、やっぱりオンラインに慣れてない方は当たり前ですけど、対面がいい、先生と会いたい、これはこれでいいんです。全然構わないんですが、これから新規で集めようという方に関しては、同じように対面で集めようとすると、現状苦労する可能性があります。そして苦労して集めたその方たちも、また緊急事態宣言があったりとか、まあ家から出れない状況になってしまうと、軒並みキャンセルが続くことになりますよね。ですから不安定な状況を分かっているのに、自分が楽だからとか、まあ、生徒さんがそれを望むからっていう理由だけで、そちらの方に力をシフトをかけておくと、基本ですね、不安定なものに自分の、核になるところを預けないっていうのが原則になりますので、今の現状の世の中だと、オンラインなのかオフラインなのかっていうことを比べた場合に、圧倒的にオフラインの方が不安定なんですよね。売上高に関してもそうですし、ちょっと世の中を見てほしいんですけども、飲食業、特にお店を持ってる店舗型の飲食業が軒並み売上を落とし、かつ倒産も出てきているっていう、この現状は対面でやるしかない状態で生きているからなんですよね。で、それはしょうがないんです。そういうビジネスモデルを選んでいらっしゃって、たまたま不幸にもこういう状態になってしまったっていうだけのことなので、それを受け入れてどう転換するかっていうことで、例えば一つの方法としては、そのデリバリーですね、宅配っていうのも当然あります。だけれども、事情はいろいろあると思うんですけれども、例えばその店を閉じてしまって、違う業種業態で頑張っていくっていうのを、補助金とかをもらったお金を元手に、まあ、それこそネットビジネスみたいなのに移行するっていう考え方もありますし、そのどこで見切りをつけるかっていうのは、経営者としては非常に考えるべき部分だとは思うんですが、要はその時に時流なのか時流でないのかっていうことを考えると、現状対面で頑張っていくっていうのは時流ではないんですよね、どちらかっていうと。であれば、時流に乗っかった形で自分の商売とかを変えられないか、もう閉鎖しちゃってでも痛手を減らして、その元手を生かして違う提供できるビジネス、自分の持っているスキルとかを使ってビジネスを起こせないかという考え方に転換するっていうのも一つの方法です。はい。ですので、これは飲食業に限ったことではなくて、教室の先生も全く同じです。今までのやり方に固執して、自分はオンラインとかもそんなの全然無理だし、自分の生徒さんはオンラインみんな嫌だって言ってるっていうね、話とか言う方いらっしゃるんですけど、自分の生徒さんがっていう枠をなぜ超えないのかっていう話です。既存の生徒さんの声を聞くのはいいし、その方たちと似たような人を集めたいからっていうことで、その領域を、まあ、その領域の声をすごくよく聞くっていうのは全然問題ないんですが、なぜ違う新しい層の人をこういう時代だからチャンスとして捉えて取り入れようとしないのかということです。違う層の人はオンラインをすごく好きな人もいるかもしれないし、そのあなたのスキルとか知識が他の人が全く持っていないものを教えることができるのであれば、遠方で今まで通えないと思って諦めていた人もオンラインなら通えるということで喜んでくれるかもしれないし、教室が昼間やっている、その昼間には通えないけど、例えば夜自分で会社から帰ってきたらそれをやることができる時間が作れるっていう人にとっては、まあ、オンラインないしは通信制のオンラインですね、動画を見ながら学んでいくみたいな、そういうタイプのものだったら、やっと通えるようになるっていうこともいるかもしれないですよね。そういう人たちは新規の新しい需要を開拓するっていうことができるチャンスがあるのに、
ご自身の固定概念、既成概念、自分の生徒さんはオンラインはやらない、いや、あなたの生徒さんはやらないかもしれない。だけれども、今の生徒さんじゃない新しい層の人は習いたがってるかもしれないっていうふうに発想を転換して、まず人を変える、誰にっていうサービスの人を変える、あとは何を提供するサービスを変える。で、そこの変えるっていうの中には時間とか場所とか、あとはそれを渡す環境ですね、対面なのかオンラインなのかとか、そういうのを全部変えていく必要もあるかもしれません。ということで、ご自身が固執した、こういう形だよねっていう既成概念を持ってしまうと、自由な発想ができなくなってしまうんですよね。そうすると、もしかしたら自分が持ってる、昔何か持っていた知識とか技能とかを再発掘して、今の技術と技能と掛け合わせて、かつ時代の時流に乗るように変化させるとうまくいく可能性とかもあるので、この作業をしなきゃいけないですよね。その際に邪魔になるのは既成概念です。教室業だからといって、教室で生徒さんに何か教えるだけっていうのが教室業なのか、ということです。もっと平たく言うと、ビジネスをする、人に喜んでもらって、その対価でお金をいただく、これビジネスです。経営って言いますけれども、それをするのが、起業家、事業家っていうことだったとすると、ビジネスとして割り切るのであれば、喜んでもらって対価をもらえばいいっていうところまで究極いきますので、そうなってきた場合には、教室業というものじゃないものに転換することだってありえます。いや、私はもう教室業をやるためにここにいるし、それで夢を叶えたくてっていうのであれば、その領域で、時流に乗っかった商品作りをするっていうことを考えなくてはいけないんですね。私の場合にはビジネスを回すことっていうことで、全ての軸足を取って考えていってるので、だから同時期一時期5業種とかを回してたことがあるんですけれども、その考え方ができるのは、人に喜んでもらえるサービスを自分の範疇ないしは誰かの手を借りてでもそれを作ることができて、で、それを嬉しいと思って受け取ってくれる人がいて、その方からお金をもらう、そして収益を生んでいく、この仕組みであれば別に教室業でなくてもいいと思っていたので、いろんな業種を実際に回してみて、それで教室業が業界体質として、単価が安い業界だなっていうのを感じたりとか、逆にスピリチュアルとか心理とか、あちらの業界は、その人が思う値段をつけていくんだな、そして払う人はそれを難なく自分にとって必要だと思うと払うんだな、という、そういういろんな業界をやってみて分かったこととかも当然あるんですよね。教室業とスピリチュアル、あと教室業といわゆるビジネスセミナーとか、ビジネスの方の講師っていうことの時給単価の違いですね。例えば教室業の先生が3時間とか関わって、パンとかね、いろいろ教えたとして、原価が3割とかだったとしても、3時間とかで3万円とか稼げればいい方じゃないですかっていう感じですね。ワンレッスン5000円とか7000円なわけですから、3人か4人が限界ですからね、対面だった場合。ところが、例えばスピリチュアルの世界とかで言うと、その対面セッションとか1時間とかで3万円とか5万円とか、有名な先生だと10万円とかだって普通なんですよ。っていう、この価値観のギャップを理解できるかどうかっていうことですね。私は今なら理解できます。当時は理解できなかった、それをやり始めた時はね。なので、その違う業界に目を向けると、自分の業界体質がどういうものかっていうのが分かってくるので、その今の中だけに固執しないっていうのが、こういう激動の時代に新しいものを作り上げていく時の一つの大きな考え方っていうのがまずあります。ですので、1点目は既成概念を捨てるということです。で、2点目ですね、柔軟に対応するっていうことですね。これも既成概念を捨てるっていうのにちょっと近いんですけど、従来のやり方に固執しないということですね。新しくって、そっちのやり方がいいかもって思えることがあったら、どんどん取り入れていく、そして自分もチャレンジしていくっていう、しなやかな決断力とフットワークの軽さが多分必要になってきます。で、
柔軟に対応する力を邪魔するのが既成概念なんですよね。これはこういうことだからとかっていうのを自分で勝手に自分で制限をかけて、そして自分で勝手に苦しい思いをしている人が割と多いなという印象が私の中にはあります。私がクライアントさんと初めてお話をする時とかですね、かなり自分の考え方ってフラットなんですよ。すごく業界体質は知ってます。教室業界の体質は。だけれども新しいビジネスを組む時とか新しいものを考える時っていうのは一旦それ全部フラットにします。そうすると常識っていう範疇がそこにはなくなってくるので、単純に今売れそうか売れなさそうかとか、それは時代に求められてるのか求められてないのかという範疇だけで判断をしていきますので、そのバーっていうね、クライアントさんがこういう悩みでこうしてああしてこうしてバーっていうのを聞いた時に、それは本当ですかって私が聞くんですよね。本当ですか。要はご自身の思いだけで語ってる方が結構多いですよね。調べているのか調査しているのか、お客様は本当にそれを望んでいるのか、時流はそれを後押ししてくれそうなのかくれなさそうなのかという観点からお伝えしていくと、大抵の方は独りよがりな考え方を自分自身でしていて、かつそれがうまくいかないだろうということを自分で先に未来を決めているようなケースが多い、お話をする方が結構多いです。結論から言ってしまうと、やってみなければわからないっていうものもまあ結構あります。ただ、私の場合には、例えば私にご相談くださる皆さんより人生経験が長くて、教室業界歴ね、教室業界っていうところで言うと、パンの教室もそうですし、パンニーラーっていうものを扱っていて、教室の先生たちとお話をしてた年数入れると16年になりますので、その間変遷をずっと見てきてるわけですよね。まあ、そこからの知恵知識で伝えられることとか、だから失敗の確率は減らすことができる。まあ、ただ私の辞書には失敗っていう言葉はないんですけどね、できないことが分かっただけっていう、成功に近づいたっていう、それだけの話なんで、皆さんよく失敗したくないとかね、言うんですけど、いや失敗っていう概念がおかしいでしょうっていう、だって一度もやってないのに失敗とかっていう考え方がおかしくないですかっていう、成功するために動くんですよね、基本的には。で、仮に成功しなかったとしても、例えば10個やらなきゃいけないことがあって、1個ダメだったら9分の1になりますよね、確率。もう1個ダメだったら今度8分の1、もうだんだん成功の確率が近くなってきますよ。3つ目ダメだったら7分の1っていう考え方をすると、10個やらなきゃいけなかったら潰していくだけの話なので。スピードが速ければ潰す速度が速くなりますから、成功への道のりはかなり近くなっていくっていう、それだけのことですね。ただ、そこに私は経験値が多いので、そういううまくいかなかったっていう経験値が多いので、10のうちの765とかやんなくても、この辺りで1か2回やったら引き当てることができちゃう確率が高いんですよね。うまくいく道の匂いがするからです。それは経験値と、あとデータ分析ですね。で、データ分析の上で大事なのは時流です。売れるものはその時代に売れるものが売れます。だからその形に加工する必要があるということですね。ここ教室の先生結構苦手だなというふうに思います。時代に合わせて加工する必要があるんですよ。だから今まで売れてたものが突然売れなくなるのが大きな時代の変化の時になります。まあ、今回で言うと対面が突然売れなくなるっていう、まあ、こんな感じですよね。対面が売れなくなったとしても、オンラインを求める人が逆にいるわけですよね。対面しか嫌だっていう人はお客さんにならないということになります。ならないというか、やってもいいんですけど、要は人数的にね、自分が受けられる、開催できる可能性も少なくなってくるのであれば、密だからといって人数減らしたりすると、時給単価がめちゃめちゃ安くなっていきますからね。一方でオンラインとかだったら1対3ぐらいしか対面で教えられなかった内容を加工して作り直して、1対10とか1対20、1対30に作ることができれば、単価が安くても時給単価は上がっていきますよね、1回に教える人数が多いから。とかっていう考え方ができるかどうか。
ていうこともありますし、今までこうだったからにこだわりすぎちゃうと変化を受け入れられないので、やはりキーは柔軟に対応するっていうことですね。でお客様の声にヒントがあるので、もちろんオンラインの、ね、レッスンを拒否する方とかはいらっしゃいます。ただ拒否するには拒否する理由があるわけで、それをちゃんと聞いて加工してクリアすることができればその人だって通うかもしれませんし、あとは今度逆に強みを生かすっていう方から考えると、オンラインレッスンのこういうところが好きっていうものが分かっていたら、それを強みを強化するっていうことだってありえますし、教室業から離れて考えた場合に、こういう授業ならうまくいきそうだとかっていうことを、こういうことを機会にねトライしてみるっていうことだってありえますよね。はい。あとは人より先んじるっていうことで、混沌としてる時代の中では頭一つポンって先に飛び出るっていうことが結構重要になってくるので、私のこのコロナのところのあれで言うと、Zoom オンラインの構築講座っていうのを、緊急事態宣言が経ったあと2週間で作ってリリースして販売をしているんですね。なんでそれができたかっていうと、すでに Zoom とかも扱っていたし、オンラインの通信講座も作っていたし、月額制のコミュニティとかも持っていたので、それを組み合わせて次世代の、オンライン上で作っていくべき必要なスキルとしてパッケージ化して売るっていうのは、すぐに組み立てることが、それは経験があったからすぐに組み立てることができる。じゃあなんで私は経験していたのかっていうと、何年後か先に絶対時代はオンラインの方に移行する。でその時にはデジタル化が進むことになるので、そのスキルは身につけといた方がいいっていうことで、あんまりやり方をまだわからない頃に覚えながら運用してたっていうのが4年前の私になりますので、そういう先行者利益というか、先にねこう読みながら進めていくっていう、そういう勘みたいなものとかは、やっぱり古いき良き環境、この環境は良かったとかっていうので固執してると思いつかないし、私はいつも自分の売上が上がってる時に新規事業に投資をしていきます。だからここ上がってるから、この利益をこっちの失敗するかもしれない、もしかしたらうまくいかないかもしれないっていうところに投資をして育てる。そうするとここが上がってきた時にここが下がってても大丈夫っていう、この柱を大体3つか4ついつも持ってるっていう形で運営してるので、1個しか柱を持っていなくて、いきなりこうガガッと売り上げが落ちちゃった方は、これを機会に2つ3つの柱を持つっていう視点から自分の事業を考えるっていうことをしてみるのも、柔軟な対応をするっていうことの考え方の一つになります。で2番目が柔軟な対応をするということです。で3つ目は、全サービスラインナップの見直し。これはこういう時にはぜひやっていただきたいです。はい。実際に私のクライアントさん一人一人それを手を入れながら見直しをねやってるんですけれども、一人ではこれやりにくい作業です。はい。っていうのが、切るべきものは切らないといけなくて、伸びそうなところのサービスに自分の能力とスキルと時間を注力しないといけないので、あまりこうバラバラなラインナップを持っていたりとか、今の需要に合わないラインナップを持っていて、それを抱えながら前に進もうとすると、その分ロスが出ますし、成果と効果が出にくいんですね。そういう時には一点集中とまで言わない件ですけども、選択と集中ということで一回ギュッと絞ります。でも絞った中でも柱は3つぐらい残しておくんですよ。でその後にそのうまくいくやつを残してさらに育てるっていう、こうわーっと持ってた人は一回絞る、特化したものを作り発表し発信して、うまくいったものをさらに伸ばす、そこから派生するものはまた出てくるかもしれないので、こうなってもしかしたらまたこうなるかもしれない、でもまたどっかでこうするっていう、そういう流れになるかもしれないんですけれども、全サービスラインナップの見直しと、捨てるものは捨てる、残すものは残すっていう、その作業をして、自分が一番力を注いだら一番成果が上がりそうなところに自分の時間をかけるという組み立てをやり直す、そういうのはこういう大きな時代が変わった時の変化の時にやるべきことの一個になります。
ちなみに私は小さいものでも、こういうコロナとかこういうのが関係なかったとしても、半期に一度は棚卸しと整理をしています。洗濯と集中ですね。で、下半期どうしようかなとかって考えて、じゃあこの事業はやめておこうとか、これは一旦停止をしておこう、保留にしておこうっていう、そういう決断を大体半期に一度ぐらい大きく動かしてやっていきます。で、現状でも私は下半期に向かって、もうちょっと大きく舵を切る方針をしているものとかがあるので、今その時間を作るための細かい作業とか細々して残っているものを整理をしている最中です。まずこういうふうにしようっていう方針ありきで、その方針に対してやるべきことを決めて、で、余分なことをしちゃってるなということは弾いていくっていう形の整理をやるには、今の時期はとても必要な時期なんじゃないかなと思います。ただこの時に一つ注意してほしいのが、全てビジネスライクにお金お金ビジネスビジネスだけでやんなくてもいいですからね。自分の領域でこれだけは譲れない、この考え方は、儲からなくても残すんだというものがある領域に関しては残しておいてください。このバランスが悪いと、ビジネスだけに寄ってしまうと辛くて、もうやる気がなくなってしまうので、そういった考え方も残しておきつつ、全サービスラインナップの見直しですね。変な手の入れ方すると余計に複雑になるので、全サービスラインナップを、どういう領域からそれを綺麗にね、直していくかっていうと、一番最初に見つけなきゃいけない、まず時流です。売れそうなものって何なの、今の自分にとってっていうことですね。で、それの時流を見直した上で、どういう人ならその自分の新しいサービスとかそれを受け入れてくれそうなのか、で、その人を見つけたら、その人はどういう商品なら喜んでくれるのか、サービスなら喜んでくれるのか。で、その時に考慮しなきゃいけないのがライフスタイル。要は時間と場所と、あとはその人がどういう環境にいるかっていうことですね。遠方なのか近いところなのか、オンラインでも大丈夫なのかとか、そういうこと、いろんなことです。で、それを考慮した上で、サービスを構築していくっていう、その流れでやっていきますので、時間がね、当然なくなってしまうんですよ。新しいものを作る時っていうのは。ってことは、古いもので手放さなくてはいけないものは、手放して整理をしていくっていうのも、この下半期に向かっていくこの時期にはとても大事な、作業になってきます。ということで、まとめますと、アフターコロナ、ウィズコロナの時流に教室の先生が考えるべき3つの視点とは、という答えなんですが、まず1つ目は既成概念を捨てる、2つ目が柔軟に対応する、3つ目が全サービスラインナップの見直し。これをこの時期にはぜひやっていただきたい3つの視点ということになりますので、ご自身の事業に当てはめて考えてみていただければというふうに思います。それでは。